滅びよ！ここはお前の住む世界ではない！私は、自らの力で蘇るのではない。欲深な人間どもによって蘇るのだ。力が唯一の正義なのだからな。それはお前の勝手な言い草だ！人々は同じ信念のもとで求め合い、集い、そして、歩んでいく。だが、現に人間どもは欲望によって発展し、信仰によって統率されてきたではないか。人間は力だけでは統率できない。敬い、慈しむ心があるからこそ、統率ができるのだ。くだらん。どちらが正しいか、死をもって分からせてやる。幾多の死闘の末、闇の神官シャフトの手によって復活したドラキュラ伯爵はリヒター・ベルモンドにより倒された。しかしそれから4年後の満月の夜、彼は謎の失踪を遂げた。行方を追って当てのない旅に出たマリア・ラーネットであるが、道中行く先を示唆するかのようにある事件が発生した。伝説では100年に一度しか蘇るはずのないドラキュラ城が
忽然と姿を現したのだ。時を同じくして一人の男にも異変が起きていた。彼の名はアルカール。かつてラルフ・シ・デルモンドと共に父であるドラキュラを滅ぼした男だ。彼は自分の呪われた血を断つために自らその能力を封印し、覚めることのない眠りについたはずだった。だがその眠りは妨げられ、汚らしふるさとが復活したことを知った。そして今さまざまな思いを抱く宿命の魂がドラキュラ城に集う。闇に浮かぶ月だけが真実を知るのだ。ましたか。知れたことだ。そこを引いてもらおう。未だ人間の味方をなさるか。我らの元に戻れとは申しませぬ。せめて手を引いていただきたい。それはできぬ相談だ。仕方ありませんが、この場は一旦退きましょう。今一度よくお考えくだされ。
Yeah.
Oh!